ホフディランによるニューアルバム、帰ってきたホフディランの発売記念ツアーが、11月26日、日曜日、に東京、渋谷マウントレーニアホールにてファイナルを迎えた。ホフディランライブ写真2017年10月に古巣、ポニーキャニオンからニューアルバム、帰ってきたホフディランをリリースし、久しぶりのメジャー復帰を果たした彼ら。バタナベイビーと小宮山雄飛による2ピースポップグループとして今やベテランもいいところだが、今年の彼らはユーモアたっぷりに何もかもを楽しんでいるように見える。このツアーファイナルも前日の名古屋公演の後、深夜300から、ホフディランのオールナイトニッポン R に生放送で出演し、そしてファンの中にはそれをせいで聞いてから翌日ライブ参戦の人もおり、そして夜が明けてすぐツアー最終日という若手並みのハードな日程。5になって振り返れば楽しかったと思える類のライブとなった。全席指定のマウントレーニアホールに集まったファンらが次々に立ち上がり、ライブはニューアルバム曲のブロックからスタート。愛し合って世界は回る、を皮切りに、コーヒー、恋は渋谷系、と、重苦しくなることを許さないポップスの文脈でちょっぴり過去を匂わせる歌詞を歌い上げるベテラン二人、という垢抜け具合が冒頭からかっこいい。ホフディランです。大阪名古屋そして日本放送から帰ってきたぜ、と渡辺ベイビー。小宮山雄飛も一瞬ゆったりトークを回そうとするものの、座らなくていいから、曲やろっか。会場、と会場との掛け合いも通常運転だ。バックバンドには、ベスト3、こと北田巻 BA、田中源翔 DR、堀内純也 G の3人に加え、コーラスとして小貫幸子が初参加した。また、この日は彼らのデビューアルバム、玉川レコード、および最新アルバム、帰ってきたホフディランで使っていたリズムマシーン、ローランド TR606 を使用して新旧の楽曲を連続で披露する、606コーナー、も登場。あの風船追っかけて、と、マフラーをよろしく、やんやんやん、と、マフラーありがとう、という、玉川レコード、曲かける、帰ってきたホフディラン、曲のペアで会場をお祭りムードに乗せていく。606コーナーの合間に挟まれた、座りコーナー。ではニューアルバムからしっとりめの3曲を披露。と言っても、ブロック最初の歌い出しが、僕らはホフディラン、ホフディランのバラッド、からというホフディランらしさに安心感絶大な曲並びで、ブロック3曲目、お休みの時間、の後には渡辺 AB が、最前列、2人ほど寝かしました、という報告で会場を笑わせた。MC では前夜のオールナイトニッポン R 出演を振り返り、渡辺 AB が、ダジャレ大惨敗でした、と語るのに対して小宮山が、相方ながら、昔はダジャレうまかったんですよ。まあ昨日は最悪だった、と、その場で渡辺 AB のダジャレリハビリコーナーを開催。1分間の間に即興でダジャレを次々とひねり出していく渡辺 AB に小宮山も、昨日より全然いいよ、と来年以降のライブやツアー展開に向け話が弾む。2018年は渡辺 AB が50歳という記念の節目を迎えるため、これを祝う公演も計画中とのことだ。本編ラストには、フリースタイラーで会場を巻き込んでのノリノリぶりを見せたホフディラン。2017年近年でも一番いい年になりました。楽しかったし充実してました。来年もよろしくお願いいたします、という小宮山からの挨拶に加え、ダブルアンコールではファンから密かに待望されていた RC サクセションカバー、雨上がりの夜空に、も披露。髪型だけ今和の清志郎を意識して、ステージに現れた渡辺 AB の熱い歌唱に会場のファンからも大きな拍手が湧いた。ホフディランは2017年のワンマンライブツアーをこれにて締めくくり、12月にはトークイベント、小宮山雄飛があの人と話す会ホフディランスペシャル、略してホフスペ、を全国3カ所で開催。12月30日にはより小さいカウントダウンジャパン1718より大きいへの出演が決定している。
おかえりなさいホフディランという音楽ファンばかりでなく、はじめましてホフディラン、ぜいにも遭遇予定だ。デビュー21年目の今、最新アルバム、帰ってきたホフディラン、曲が素直にかっこいいと思わせるその卓越した楽曲センスとライブぶりを、チケットが取れた方はぜひ目撃してほしい。写真、財津館カナセットリスト、ライブツアー、帰ってくるホフディラン、2017年11月26日日メガトン。レーニア渋谷プレジャープレジャー公演 01.愛し合って世界は回る 02.coffee03.coi は渋谷系 04.ka を借りよう 05.あの風船追っかけて 06.マフラーをよろしく 07.ホフディランのバラッド 08.映画の中へ 09.おやすみの時間 10.やんやんやん 11.マフラーありがとう 12.エバーグリーンな悩み 13.スマイル14.欲望 15.遠距離 16.相良みどりさん 17.フリースタイラー 18.happyen1. 僕の可愛い女の子 en2. 矢を越えて en3. ドライブ wen1. 雨上がりの夜空に wen2. 恋はいつも幻のように wen3. また会う日までリリース情報 QTH オリジナルアルバム帰ってきたホフディラン2017年10月18日水曜日発売品版 PCCA.4585 本体価格2800円プラス税1枚組収録曲1僕の可愛い女の子にヤンヤンヤン3コーヒー4あの風船追っかけて5愛し合って世界は回る6家を借りよう7夜を越えて8お休みの時間9恋は渋谷系10映画の中へ11雨上がりの夜空に12エバーグリーンな悩み13また会う日まで14ホフディランのバラッド再発売1ストーンチルダ 5th オリジナルアルバム1ストーンドットチルダ 5th オリジナルアルバム全5タイトルが特典ディスク付きで再発売 BR より大きい2017年10月18日水曜日発売ポニーキャニオン 1STAL 帰ってきた玉川レコードリマスタード品番 PCCA.4586 本体価格2500円プラス税2枚組に NDAL 帰ってきたワシントン C.D リマスタード品番 PCCA.4587 本体価格2500円プラス税2枚組 3RDAL 帰ってきたホフディランリマスタード品番 PCCA.4588 本体価格2500円プラス税2枚組日本コロンビア 4THAL 帰ってきた 31STCENTURY ロックサーマスタード品番 COCP41145 から6本体価格2800円プラス税2枚組 5THAL 帰ってきた PSYCHO ポップキラービアマスタード品番 COCP41147 から8本体価格2800円プラス税2枚組イベント情報小宮山雄飛があの人と話す会ホフディランスペシャル略してホフスペ出演ホフディラントークショー2017年12月1日金曜日東京リシンクラウンジ TORANOMON 2017年12月2日土曜日大阪ロフトプラスワンウエスト2017年12月16日土曜日仙台ステーションラウンジ詳細 http://hoff.jp/ehfsp3 関連リンクホフディランオフィシャルサイト